皆さんこんにちは、山なんだです。今回は私の旅のマストアイテムを紹介させていただきたいと思います。まずこれはフィルムカメラです。何ですかね、フィルムカメラってやっぱりこう旅の思い出で撮ったフィルムが数ヶ月後とかに、あ、そういえば現像行ってなかったと思って現像出して持ってきて、あ、こんな写真そういえば撮ってたなって思い出すきっかけにもなるアイテムなのですごく楽しいです。で、これはスピーカーです。これがタフで水もいけるし、こんなちっちゃいけど結構低音割とちゃんとしてる。あのホテルの部屋とかであんまりテレビとか見ないんですけど、音楽好きでよく流すので何かと便利です。で、これが何ですかね、ルームフレグランスみたいなものなんですけど、この中の石にオイルみたいなのを垂らすと、この石が何ですかね、揮発する効果みたいなのがあってお部屋の匂いになるみたいなのなんですけど、ホテルでちょっと一息つきたいみたいなのはあるので、こう香水とかは絶対持っていくし、匂い系のものはいつも家で使ってるものを持っていくっていうことが多いです。こんな感じでいつも私は旅を楽しんでいます。皆さんもぜひこうお気に入りの旅アイテムを見つけて旅を楽しんでください。以上、山田奈でした。